Um, um, thank you, everyone. Thank you, be come here. Um, I'm so. <laughs> I just want to say thank you to um, here to be here. Thank you. Thank you so much. 今回の,あの作品というのはジェンロン監督の恩師あのミッキー・チェン監督に捧げた映画だというふうに伺っておりますがそういったあの特別な思いのある作品で俳優としてではなく監督脚本プロデューサーという立場を選んだ理由またあのこの作品を作りたいと思ったそのまテーマについても少し触れていただけますでしょうか。 哎，那首先想问一下啊，哎，听说就是这这部作品是为了你的恩师，哎，Mickey、嗯、Chan，Mickey Chan 老师哎拍的。嗯、那你为什么就是这一次不是当只只只是当演员，还做了那个监制了剧本了这些啊？还有一个就是对这个作品的主题，也能不能提一下？嗯。<laughs> 呃，uh, 这个《嗯、成功补习班》是我比较算嗯纪念我老师的一个电影那因为他在二零一八年的时候就突然的离开我们了，所以在一九年的时候，我就是有一天晚上走路走一走，就突然看到我们以前骑脚踏车经过。 まずこの作品はおっしゃったように、えー、自分の恩師である、えー、ミッキー・チェンさんを、えー、記念して作った作品なんですけれども、えー、彼は2018年突然あの我々の元を去ってしまいましたで2019年の時にある日の夜に、えー、歩いていたら、えー、突然そこはあのあ以前先生

完成这个事情，所以就是从剧本开始，有请我的编剧王静敦呃，我们就一起讨论，然后到募资金这些事情，我自己也是，嗯嗯，第一次做这么这么全面的一个电影的监制了，然后就会因为因为因为现在我觉得，嗯、拍电影蛮不容易的，对，然后我就会觉得说。 呃，没有关系，一切都学习。然后，当然最纯粹的还是，嗯、呃，知道做这件事情很难，但是我还是想把它呈现出来，就是就是想跟观众分享有关于这个老师教我很多很多关于呃如何看待爱情啊、友情啊，还有或者或者是生命的一些方向这样。 えそれであの,その時にえ自分としてはまあ映画を撮るっていうのが非常にあの大変な作業だっていうことは分かっていたんですねまた自分がえこ,れこれをやるためにえ脚本だプロデューサーだっていうところまで全部やれるのかどうか全体でやれるのかどうかあの分からないだけどまあいいやとこれも勉強だと思ってえそれで脚本家のワンさんに。 と相談をしていろいろ話をしてこの脚本を書いてそれからもう本当にあの映画撮るのは大変なんですけれども自分としてはその先生ミッキー先生から教わったことをなんとか お客さん観客の皆さんに知っていただきたい愛や友情や、えー、生きることっていうことを、えー、先生はいろいろ教えてくださったのでそれを、えー、観客の皆さんと分け合い分かち合いたいというふうに思ったありがとうございますそのきっかけになったその自転車のシーンというのもこの映画の中に入ってますよね自信車の場面也在電影に面有的 あります、はい。ありがとうございます。それでは皆さんからの質問に移りたいと思います。質問のある方あの手を挙げていただけますでしょうか。あ、ありがとうございます。えっと二点ちょっと伺いたいんですけれども、あの一点はあのトランスジェンダーの女性のキャラクターについてちょっと質問させてください。あのえっとアメリカの映画とかドラマではそのトランスジェンダーのキャラクターはトランスジェンダーの俳優の方が演じる。 ことが適切ではないかというまあ運動が5年以上行われていて。 ここにはその,まあそのえっと就労だとか就学のえっと機会が得にくくその社会で承認を得にえっとされにくい人たちにそういったあの仕事を得るっていう側面からあのそういった運動が行われているつまりマイナスからゼロへっていう面がそのあ,のあるわけですけれども今回そのトランスジェンダーのキャラクターがちょっと興味深かったのはえっとおそらくそのえっと大人になってからのキャラクターがその えっと、シスジェンダーの女性が演じてらっしゃったんじゃないかというふうに見えたんですがでそこからちょっと伺いたいのがその台湾の映画業界にトランスジェンダーの俳優の方がいらっしゃるのかどうかっていう面を一つ伺いたい点でもう一点があのその私がちょっと無,無学なんですけれどもチャイ,イミリアンぐらいしかその、えっと、同性愛っと同性愛 を描く、あの、映画監督っていうのが、まあ、ちょっと知らないところがありまして、あの、そういった面で、えっと映画監督だとか、その、えっと俳優ではなく作り手側に、まあ、同性愛だとかトランスジェンダーの方っていうのがいらっしゃるかどうかっていうことを伺いたいです。あの、もしその点をご存知だったら伺いたいっていうことと、あの、もしそういったことをご存知だったら。 あの監督自身がそういった方々との交流があったり何か学ぶものがあるようなら伺いたいです。えー 诶、呃，人是有兴趣的啊。那在诶、呃、一般来说，在美国的话，现在就是他们有运动，就是已经做了五年了。就是那个尽量就是在电影里面有这些同性恋的角色的话，真的叫同性恋的人去演，或者是就是嗯，他们就是还有就是这些同性恋的人在美国的话比较难就学就职，诶、呃，所以就是诶、呃、他们就是。 搞着这个这些运动，就是最好就是同性恋也是当就是从户到零，就是从让他们有这个机会的啊这个运动的。那呃，想问一下，这部电影里面也有这些同性恋的角色，这个是好像是大人的时候，哎、呃，大人他成长了以后的那个演员，呃、他是哎、呃、是不是那个、呃、同性恋呢？还有一个是哎、呃、在台湾的啊。 就是电影的导演里面是，他知道是只有一个蔡明亮老师是拍，就是经常拍这些同性恋的电影的啊。那现在就是目前在你。 认识或者是知道的范围内啊，能不能回答台湾还有没有这些拍同性恋的，呃，关于同性恋的电影的导演，或者是自己本身是同性恋的这些导演在不在呢？然后就是如果你认识，然后跟他有交流的话啊，到底是怎么样交流，或者是从他那里有没有学到东西呢？嗯，哎、um, uh,，嗯，呃，就是我。 十四岁的时候，我就认识 m i k i 那我也，他也是我第一个认识的同性恋。嗯，不，所以对我来说，很早我就觉得他不奇怪，他就是一个会对我很好，然后会带我们去超市买煮牛肉面给我们吃的一个很好的大人朋友。 所以，在我九四年认识他的时候，我其实跟我朋友去他家玩之后，就觉得好像是吧，是传说中的那种比较特别的现象嘛。因为那时候真的是三十快三十年前了，所以他是很很就是一个很大的问号在这个性别认同上。但是，当我九四年的时候，我认识 Mickey 的时候，我就已经觉得他不是一个很需要去。 觉得哪里有有有有有差别的的的的状况，所以呃，我我我我有认识很多同性恋的朋友，但我就不署名了，因为其实台湾的就是电影圈也蛮小的啦，就是影视圈也是蛮小，其实大家都互相尊重跟互相理解，然后基基本上我觉得在台湾这个议题已经是很少了。 就是非常非常，就是我们运动比较早嘛，就是九几年，就是就是运动很，就是同志文化运动是很很很很蛮激烈的。可是，当随着大家现在已经二零二三，在台湾基本上是不太会有任何其呃不一样的视角去看，呃不一样的视角的去看每一个人喜欢的东西，因为我觉得，嗯、呃，不要不要。 我觉得现在可以开始不要标签化任何一个人，因为每一个人都是唯一，就是单一的。就是虽然人很多，但是我觉得每一个人活的都应该是很很有自信、很自在，去尊重别人，然后别人会尊重你。这是我从 Miki 身上学到的。嗯。実はあ ラン監督ご自身がは14歳の時にミッキー先生と知り合っていろいろ教わったりしてたんですけどねその時は自分はそのあまり同性愛っていうあの当時ですから同性愛っていうものトランスジェンダーっていうものに対してあまりその感覚はなかったんですね。でも,あのもう早くから 三木、えー、先生とは知り合いだったので別に先生を見てもなんか他の人と違うなおかしいなっていうふうには感じなかったんですねただまあそれはあってもう本当にあの疑問符先生んち遊びに行っても疑問符は本当にそうなのかななんていう疑問符はあったんですけれどもでも自分にとって先生っていうのはそのスーパーへ。 あのラーメン買いに行ってラーメンを作って食べさせてくれるっていう非常に非常にあの優しい先生でしたであのもう90年30年ぐらい前ですもんね、えー、であの台湾ではもう早くからそのトランスジェンダーに対する運動っていうのは起こってましてだからあの自分にとってはそのトランスジェンダーとか ででああるとととかかなないいいっててうことははまり気にはしてないんですよねだからこの映画界にもうあえてちょっと名前とかは出したくないしあのそれはやりたくないっていうのは台湾の,あの映画界っていうのはそれほど大きくなくてもちろん芸能界っていうのはちっちゃいところなのでいちいち名前はあの出しませんけれどもあのもちろんそういう方々はいますがもうすでにそれをね違う角度で角度からその人を見る。 えー、というようなことはもう台湾の中ではないです。っていうのはみんなそれぞれがあの単独もう唯一の存在であるわけですからあのお互い尊重し合いあのこちらが向こうを尊重すれば向こうもこっちらを尊重してくれるっていうあの,のがあの人間ですからそういうことを僕はあのミッキー先生から学びました。はい ありがとうございます。その先生から学んだことが本当にとてもあのあの青春映画として私たちの心にきちんと響き届きました。ありがとうございます。それでは続いてあの質問あ、早かったです。3列目のですね。あの 眼鏡をかかけた方かな、はい、あのオープニングからすごく心をつかまされましたであの前半のコメディコミカルなパートも後半のちょっとあのやっぱりジェンダーのテーマだとかが絡んでくるあのパートもとてもそのバランスがよくてあのとても好きな映画になりましたありがとうございます。で 質問なんですけれどもあの、まあ、エンディングロールでもかかってましたけどあのレスリーちゃんのモニカはそのどの段階でもう使うっていうふうに決められたってたんでしょうかねそのシナリオを書かれている段階でどの時点でその見つけられたのか見つけたというか使おうと思われたのかで、まあ、それと絡めてそのこれだけバランスのいい 脚本シナリオってどういうふうに読み出されたものなのかなと思いましてそのあたりをお聞きしたいです。フェイ動ャンガえガンドラジャブディン、ジョシー、キャイトー、キャイシー、ジョシー、ピントー、キャイシー、ピントー、キャイシー、ジョシー、イガガガー、シャオダ、イガー、ワンチェ、ランホー、ホえ、ミンダ、ジョえ、ュピジ感ウ、ジョ 全体的那个 balance 非常好，很平衡的一个非常好的诶剧本，然后非常好的电影，他特别喜欢了。然后呢，诶想问一下，这个片子后面就是有张国荣的那个 Monica，诶就是用了 Monica。这个 Monica 这首歌啊，你到底是什么时候开始想用？ 这部那个这这首歌呢，呃，是不是就是写剧本的时候已经呃考虑到用这首歌呢？还是呃其他什么时候呃开始打算用这首歌呢？嗯，其实一开始，嗯，我跟编剧在讨论的时候，我们就大概就是锁定一个，因为我的嗯老师他的偶像是那个张国荣。 所以我们也是在刚好在九几年，然后有这个老师喜欢的歌手的歌，包括他的歌词都是跟这个电影有一点关系的。那所以我们就用这个这一首歌来当做一个时代的一个象象征吧，然后也。 希望可以借由这首歌的力量，把大家拉回到一九九几年那个还对我来说是一个很年轻的时代。我就觉得它是一个很快乐，虽然是失恋的歌，但是但是 even though 失就算失恋了，你还是还是还是勇敢去面对爱情吧。就是 f 这个小朋友来说，我会觉得，如呃，我我是。 まずこれですけれども、脚本をえ脚本家の方とえ一緒に書き、書くためにいろいろ相談している段階から、この曲はまあ,ある意味時代の象徴という意味であの考えていました。 っていうのはもう歌手も含めてなんですけどねでまたその恩師であるミッキー先生がレスリーのファンだったっていうところもあの関係しておりますね。であの本当に自分としてはあの時代あの90年代の,あのレスリーが活躍した頃っていうのは本当に自分もまだ若いっていえばあの若い頃なんですけどもうあの時がやっぱ楽しい時代だったと。で、えー、もちろん失恋もしたけれどもその失恋の中から愛情それでも愛情をしてず にそのほの人を好きになっていったりっていうことがねあのできたりしたのでえですからあのその歌と歌詞とそれから先生がファンだったっていうところが混ざり合ってこの曲を使おうと思いましたあすいませんえっとですねあの最初の質問についてなんですけど多分通訳の方が「えっとトンシンレン というふうにあの訳してらっしゃったんですがあの質問の趣旨はおそらくあの、えっと、ウー・チェンホーが演じてらっしゃるあの,弁連の話題だと思うんですねあの要はトランスジェンダーの役をトランスジェンダーが演じる「えっと、弁心連」の役を弁心連が「イエン・イエン・イエン・シー」をするっていう話で、えっと、例えば台湾の映画界に例えばそういったあのトランスジェンダーの 出てくる際に、えー、とそういった演技ができるトランスジェンダーの俳優っていうのは、あの例えばいらっしゃるのかとか、そういったような話題についてあの最初らく、最初の半分は質問されてたと思うので、ちょっともう一度その部分について詳しくお伺いしたいなと思ったんですが。 比较不出名的一个也很认真表演的一个人，他他跟我分享他的生活的真的故事，但是戏里面他就是在现实生活中他并不是主任，只是我听到他的原本的故事的时候，我是很感动的，因为在现实生活中的他是一样，就是父亲是很很害怕面对这个事情的，也像戏里面一样，就是嗯，父亲的角色。 他他真的会觉得说，我只想要一个小我的儿子，我的儿子这样。那那我听到他的故事是，他最后他的父亲，他决定去跟他父母呃 say g o o d 不是 say goodbye，就是他就去手术之前，他就很认真的回家一趟。然后他还是没有，最后真实的状况是我的朋友，他还是没有看到他的父亲，but。 他的妈妈拿了他爸爸的印章跟存折给他，他希望他真的是也是好好照顾自己，但是他现实生活中的这个父亲还是选择哦，没有真的去去去去去拥抱吧。但我觉得电影还是一个，其实我自己整理这些性别的。 状况的时候，我总觉得拍电影还是需要，还是像，还是还是还是需要像一个梦啦、啊。嗯嗯。所以我的角色安排，它其实是现实生活中有发生的，但是，呃，我们跟编剧讨论之后，我决定，我们决定把这三个小朋友的各个。

トランスジェンダーっていうところですけれども、えー、今回使った俳優さんは別にトランスジェンダーではありません。ただその無名ですかまだそれほど有名じゃないですけれども非常にあの真面目なあの方ですね。であのもちろん友人のトランスジェンダーの友人からいろいろそういうトランスジェンダーにまつわる話は聞いておりまして聞いた中で結構感動するお話とか。 あったんですよねで特にはその映画の中でもありましたけど父親ですけれども常にあの自分の子、えー、の子供を「息子息子」っていうふうにずっと呼んでるんですね。あので、えー、と本当にその本人はあの手術前あの性転換する手術前にあの。 両親に真面目に会いに行ったりしてるんですけれども、えー、その時は映画の中ではあのご父親とも会ってますけれども実際は別に父親とは会ってなくて母親が印鑑、えー、と出会っ 銀行の通帳を持ってきてこっそり手渡すとあのいうようなことをやって要するにやっぱり自分の子だから子供としてそのあのちゃんとしっかり生きられるようにしてほしいっていうことでそういうふうにはやってたんだ,だからあのだけあったりしてましたけど、えー、そういうのはあのちょっとなかったんです。うん ありがとうございますあの監督がすごくリサーチの上で脚本を練られているというのが伝わってくるお話でしたお時間限られておりましてですね最後の1問になるんですけれども質問を短めに、はい、お願いできればとあ元気でこう手を振ってらっしゃるその両手で今手を振ってらっしゃったグレーかなあのそ,のお、はい、あその方ですね。はい 申し訳ないです。呃、嗯，我我可能说话说的简短一点。其实我的朋友也许也有问题想问，所以就是我想说的是，就是我以前认识那个呃蓝导演，您以前是那个台湾偶像剧，呃，通过那个认识您但是今天看到这个电影，我觉得非常的感动。呃，然后就是非常的、呃、怎么讲，就是特别是他去做手术之前那个场景，我哭了。然后其实我还有很多话想说，但是我朋友也想问，我把这个机会让给他。哦，谢谢。 那个，我想问的是一个很细节的问题。我看骑自行车那场戏，我看的极度舒适，就是它的那个画面还有那个音乐的配合。那其实看完那场戏之后，我觉得它其实是一个过场戏，它不是一个真正能推动情节发展的一场戏。但是在后来的很多的画面里边，它又出现了。所以我想问的问题是：这个这场戏是导演自己对青春的一种记忆、一种感受？

あの自転車のシーン、はい、なんですけれども非常に何度も何度もあの自転車のシーンが出てくるんですけれどもあれはあの自分の青春時代を反映して、えー、この映画の中に取り入れたんでしょうかこのい,いわゆる自由っていうものを象徴するために入れたんでしょうかっていう。うん这场 就是我回到我讲到我为什么要拍这部电影的初衷，就是说，我们那时候就是我跟我朋友在补习班，就是特别调皮的那种学生，所以我们后来问 m i k i 他就我问我老师，他就说，他们当补习班老师一年要教一两千个学生，啊，就是只有你们两个比较皮，所以我跟你们比较好是这个原因。然后有一次我们比较熟之后，哎，你要先翻吗？ ちょっと途中ままで先にやりますねこの,まああの映画を撮ろうとしたのを最初の初心の頃になるんですけれどもあの非常にやっぱりこのキャラクターっていうのはいたずらだったんですね。で三木先生三木、えー、先生のがその教えてる塾の,あの先生をやってる時にも三木先生から聞くと1年に1,000人から2,000人ぐらいの生徒を教えるわけですよ。でそのの中でもこの2人は特にいたたずららだだっただから 啊，呃，然后我朋友就有一天就问他说：“老师，我们可以去你家玩吗？”然后我们就骑着我们两个的自行车，跨过呃，跨过往他跨过一条新店西的桥，去到老师以前住的那个住的房子这样。所以那个桥跟那个脚踏车是。 我在 Mickey 离开之后，我就是有一天在河堤散步，我就走过经过那个桥，可是那个脚踏车经过那个桥上面的画面，我是很怀念跟舍不得，所以我一般到现在，我的交通工具大部分还是脚踏车、自行车，所以我是。 嗯，觉得那个、那个、那个，这个、那个青少年的自在，对于自行车跟我是很密切的，所以我特别也是特别花时间去拍那算一场戏嘛，我也不知道，算一个一个你说的过场这样。嗯。诶，eh, それであの。 やっぱりあの橋ある時に友達がです、ね、先生に仲良くなってから三木、えー、先生に「先生ん家遊びに行っていいか?」って言ったところあの「いいよ」って言ってくれたのでその時にあの自転車で三木、えー、先生の,あの当時住んでた家へ行ったんですよねその時にこのこう丸い橋を越えてあの自転車で行ったんですけれどもあのやっぱりその橋と自転車っていうのは自分にとっては懐かしくまたあの忘れがたい、えー ものであってあの自分がその橋の下要するに川沿いを散歩したりしてる時にあのやっぱりその橋を見てああ懐かしいっていうふうに感じたりしてるんですよねで今でもあの監督ご自身はあの自転車あの移動する時は自転車をあの使ったりしていますけどやはりあのうち橋と自転車っていうのは密接につながっている。 あのシーンでありますありがとうございました素敵なお話たくさんいただきましたありがとうございます皆様大きな拍手でお送りくださいラン・ジェンロン監督でした